あ、めっちゃ目が。もう私はお風呂に入りました。遊びに来れないかと思ったけど、これよかったな、よかった。これクリスマスプレゼントと、ん、みなりのつでしょ。あんね、リナとね、ずっとお泊まり会したいねって話してて、でもそのイベントもあるしハウステンボスもあるからいつできるかねって話してる。でもクリスマスぐらいにしたいよねってお話ししてるよ。ぐちゃにしぐちゃに質問書いといた。あ、ありがとうございます。なんか唇濃くない？取れないんだよ。リブモンスター。もうパジャマ。最高のプレゼンスです。よかったです。ショールームしようね、楽しい。誰も食べてない、飲んでるけど。見るこれ、フリフリシェイク、おいしい。牛乳入れて粉入れて飲む。でも20代です。ダイエットも前。うん。そうだ。みんなは何を言うと思ってなくていいと。ね。ね、してるさ、お姉ちゃんとかがさ、グランドママとかがさ、テレビでさ音楽流してるから聞かる。よかよかはあさってですよ。これ猫踏んじゃった、指で。多分それはミナンチじゃなくてマヤカちゃん家の近所から聞こえてるのかも。なんか唇がやだ。今日は最後まで配信見る。マジやん、ごめん。いいやん。ねえねえ、ラブ FM のあのチケットでもうあれなんですか、もう罰なんですか、罰無理っていうかあれなんですか、買えないの。なんか変、配信ないらしいので、まあ絶対来てください。
はーい、っていうことが言いたかった。配信ないよ。ブーってなった。奈良みたい。おばあちゃん、初夢おめでとう。ありがとう。配信ないらしいので、まあみんなの初夢を目に焼き付けたいっていうか方は来てね。来てね。楽しみ、めっちゃ。でもちょっとやばいんだよね、ダンス。ダンスやばいんだよね、私。ゆりちゃんって緊張するタイプ？めっちゃ緊張するタイプ。あんたの時やばいよ。もう緊張しすぎてね、泣きそうになった。2回目が、1回目はな、なかちゃんも1回目ね、緊張するね、キュキュだったけど、なんかね、2回目はもう緊張しすぎて、あーどうしよう、久しぶりすぎてもう間違えちゃうって思った。え、めっちゃ楽しみ、イベント。楽しみやな。で、DMM コメントってどうやって見れるの？ずっと思ってたっていうか、どうやってあれ見るの？終わったらさ、勝手に追い出されるじゃん、そのルームっていうか、あれから入れませんみたいになっちゃってさ、どうやって見るんだろうって思ってた。大きな YouTube のおろばちゃん、みんなが猫かぶりすぎてマネージャーさんにもっとテンション上げてって言われた。なんかピンさんがちょっと緊張してたと思う。多分緊張してたかも、あれは。もう本当にね、あ、ひなのさんって面白いって思った。 いつもの感じだけど、始まる前が、あ、そうでもないかもな。アーカイブで見れるのか。本当に面白かった。でもね、なんかね、そういつも面白いの、ひなのさんって。本当にいつもね、本当に面白いの。もうね、この前のバックダンサーだったじゃないですか、みんな。そう、出させていただいた時に裏で話してて、もう笑いが止まらなかったもん。本当に面白い。本当に大好き。面白いなって。猫かぶってるって言われてからの猿だってさ、なんかね、あのね、あ、そっか、うわー、そうだ、いろいろあって、そう、いろいろあって叫んだけど何も反応がなかったから、ちょっと恥ずかしくなっちゃった。ね、面白いよね。いろいろあったんだよ、猿も、猿の裏側にもいろいろあったの。なんかさ、ピナさんとか裏でね、全くカメラ回ってない時にピナさんと話したり、
レアちゃんと話すときって絶対猫かぶらないの。あ、わかんない、ひなのさんはちょっといい子になるかも。かや、そうでもないかもな。そうなんだけど、カメラ回った瞬間ちょっとみんなあれ猫かぶっちゃう。なんかマネージャーさんとかね、その他の子もね目の前にいたからね、ちょっと緊張しちゃったんだ。早田に仲良くなしていただいてよかった。おいしい。本当に面白いな。ちょっと思い出したら面白くなってきちゃった。日曜日。カエナさんも面白い。もうね、本当に楽しかったけど、でも本当にあの体験をした。まいちゃん久しぶりに来た。うん、全然なんか見てなかった、最近気がする。久しぶりにまいちゃんの名前見た気がする。えぐちゃんのストーカーじゃ、違います、私えぐちゃんのストーカーじゃないですけど、なんかね、ありがたいことにね、ちょっとみんな忙しいのだから、忙しいけどさ、忙しいけどさ、クリスマスマーケットに来たけどね、そのあれがない。しびちゃんの夜ご飯なんだ。24、25ぐらいに公園出ないし、え、みんなさ、クリスマス公園あるかな。あったらさ、めっちゃね、クリスマス公園に本当に出たいの。本当に出たくて、もう本当に出たいの私、もう心の底から出たくて、でもうね、本当に心の底から出たいと思ってて、クリスマス公演に本当にめっちゃ出たくてね。だからどうしようかな、どうしようかな、じゃない、出たいんです。マネージャーさんに届け。クリスマスがやっぱ、なんだっけそれ、メリーメリークリスマスタイデンダイ、あなたに会えない、メリーメリークリスマスだっけ。仲良しぶみ、常になんか動物ねえ、めっちゃ出たいって思ってる。23日、でもね、前座ってね、あんまね、そんなこんな前にね、あんま出ないのよ。そう、今日スピンなんでいつもです。私は基本メイクはしません。みんながメイクしたらなんかのお仕事終わりとかかもね。クリスマスしてるとしたら、そうなの、リセットしかないの。だから頑張る、頑張るじゃない。もうマネージャーさんにちょっと念を送っとこう。今日からさ、夜祈ろうかな。クリスマス公演に出れますようにって。あなたに。クリスマス天気だからね、絶対絶対見て、なんだっけ、ずっと見てきてたけどコメントできてなかった。ヤッホーともかちゃん、最近どう、保育園、保育園じゃない、もちろん幼稚園だっけ。実習が終わって子供になれたかしら。23日リセットやからキリーか。でもわかんない、あるとしたらでも
ママミさんにメイクしてもらったりしないの。ななかちゃんにね。あ、ななかちゃんじゃない。まあツイッターにね、ツイッターがメールに載せようかなと思ってる写真があるんだけど、まだ載せてない。それはちょっとななかちゃんと前綺麗対決してるから写真なんだけどね。可愛いね。だって嬉しいね。今日実習幼稚園の、今日実習で行った幼稚園の発表。何してた？みんなね、何したっけな。ほぼディズニーだったな。幼稚園の宝石役やった、アラジンの。ここは血の母なんだっけ、ここは血の果て血の外みたいな。大きなドゥ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 みたいな。きらめきダイヤ紫水晶、まあカラダダダラ、今来たよだって。ヤッホー、ひのぴょんぴょん。なんのくちゃんのカンル、ガチ恋ななかちゃんにいっちゃったの。まあ大人だしね、ななかちゃんも。まあわかるよその気持ち。なんか恋愛するのあったらみんなにしなね。まあななかちゃんを笑いしてる人はいないと思いますけど、まあロッキーのね、あの17人のななかちゃんの妹たちがみんなで会うと、あの人がななかちゃんにガチ恋してるってなる。クリスマスプレゼントみんなスイッチ欲しい。スイッチとリファのヘアブラシ、こういう。そう、喧嘩になるのスイッチがね、ちゃ兄弟分なくて。合奏って劇かわいい。保存した。そう、セリフもあるし歌もある。多分先生のオリジナル曲かも。なんでもね、なんかジャスミンをやりたくてじゃんけんしたっけ、くじしたけど負けたから宝石になったんや確か。で宝石になったなって、それがクリスマスにあるの大体そういう演劇会、お遊戯会が。で音楽発表会が2月とかにあんの。だからそれで劇で第一志望になれなかった子は音楽発表会で優先的に楽器を決めさせてくれるの。だから私はなんだっけ、木琴になった。スイッチ持ってるかしら。スプラしたい、スプラ。でも最近ちょっとね、みんな値段ちょっとやばくてね、できてないんだけど、スプラがしたい。クリスマス今年やばいってよ、頑張って。確かにジニーね、マリカどっか行っちゃったんだよね、カセット。みおこちゃん来た。みおこちゃん来たねえ。てか、あーでもちょっとやめとこう、今いないかもな。スイッチのポケモンまだ前前全然なんだっけ、前の前レッツゴー、レッツゴーピカチュウとかやったっけ。それもっと前か、ソードシールドだっけ。でなんか結構持ってんだよ、スマブラは持っとる。
で、ケーキ作った。え、何？いや、何もないけど。別に名前呼んだだけだよ。名前呼んだだけだけど。え、なんかやだ、眉毛見えて。何待ってる？マリパーとマリパーティーとワンツースイッチだっけ、とあとスプラとフォートナイトと、あと何があるっけ、あがない。でもそう、意外とあるの。でもね、弟がさ2人いてさ、スイッチが2個あるんです、うちだから音喧嘩になるでしょ。だからスイッチも何だっけ、スプラとかはかける2なの。やばいよね、本当にお金がかかるし。上系ライブだからもう少ししたらなきゃね。また来てよ、絶対だよ、絶対来てね。今日の DD なんだっけ、 BD か、 DD って言ってた、 BDDD って言ってた。そうよ、ダーちゃんとかペ、ヒナとか。今日の BD、 ねえねえ、お花ちゃんさ、今日 Twitter 見てたら、お花ちゃんとハーちゃんが話しとるあれがあって見たんよね。で、ハーちゃんが、お花ちゃんがはあちゃんと呼んでみたかったんですってやつがあった、見たよ。で、はあちゃんがみなのお花ちゃんが好きなんですって言ってた。うんちゃん自分で買わない、そんなお金を使いたくないよ。約束、ヘンマウソついたハリセンボノーマスユビキッター、見てね、これね、なんかもらったんだよね。なんかの串のここ折っちゃう癖がある。こうやって取っちゃうのよくないよね。いや、でもしびちゃん、はなちゃんか、はなさんしびちゃんかな。QT さんから近い近いのかあれ、ねえ、ないと思う、わかんない、みんな全然、だって大体メンバーもね、その場で知ったりすることが多いと思う、多分。ね、無理はず、ちゃんとして返して、それ、仲良くなって、はい、ちゃんと仲良くしてあげて、仲良くなって、会いたくてやわ、絶対。でさ、オンラインさ、めっちゃ来てくれよったけんさ、その毎月とか会っとったやん、みよくちゃんと。でもさ、今さ、全部終わってさ、会えないよね。でさ、公演さ、みよくちゃん、もう福岡いなくなっちゃったからさ、全然来れなくなっちゃったしさ。ねえ、ほんとにも。ゲンマン。指切りゲンマン。指切り。原骨101万回ってこと？面白いってことって感じじゃない？プチプチ、プチプチ好き。みよくちゃんやる。コメント欄で友情生まれとるって。ともかちゃんとみよくちゃんで、おはなちゃんとはーちゃん。面白い！やあ！さあ、みんな仲良くしてね。みののファンの方と、それぞれ。ツイッターでさ。ハッシュタグ渋いみなで、また違う、ハッシュタグおたさま募集中って運だけ見る。もう2分あと、今1分ぐらい経っちゃった。寂しい。みやこちゃんが寂しいじゃろ。ああ、めっちゃ友情生まれとる。私も友情欲しい。誰かひなちゃんの友達になって。なんかさ、私のいいねもらうこと付け加えました。もらえるかな。
まだオンライン行けてないから、次のシングルはよ、で次のシングル来たら絶対撮るってことです。絶対撮るってこと、それはつまり誰からメッセージ来ません、自分から行こう、自分から来ない時は自分から。ちょっと悲しい人みたいになっちゃった。そうなんや、同じ年なんや。じゃあ美代子ちゃんも幼稚園の先生になられたことか。自分になってみる、多分久しぶりに見に来られた。え、そう思った、それ久しちょっと久しぶりで、みんながショールームするのもちょっと久しぶりかも。こんばんは、自分の感じるから開いとか、貝の感じ違うよ、貝の貝ってこっちだよ。ごめんごめん、知らなかったらごめん、なんかごめんね、頭が良くてごめんよ。貝の感じ違うよ、たまにに来て嬉しい、面白い、何寂しくないよ。お、嘘って自分で書いて回ってますやん、十分通常好き。あ、なんかあるよ、見れに来れなかった時ちょっと悲しいから、終わってたりして仕事とか出てますよ。触れないで触れないで、フェアシングル落成ね、みんなもいつか選抜に入れたらいいなとかっていう目標をさ、本当は自分の心の中にさあるけど、あんま口に出せない人なのかも。絶対口に出した方がいいけど、親にも言えない。次のやつもたくさん話そうね。で次の次、みやこちゃん来るって分かった瞬間ってなろう。ピースさんと推しが三人一緒だからね。それ見た、あのなこさんのさ卒業シングルの予想してたでしょ、ももちゃんピーチの寄せ、ももちゃん前回は8日でしたです、8日です。ゆうちゃんがあなたに抱きしめられてる、それはツイッター案件。ちょっと待って、いろんな感情混ざりすぎて、ちょっと待ってくれ、お願いだ、待ってくれ、ちょっと待って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 、わっ、ほんとやん、いや、いろんな感情混ざるて、かわいい、かわいいよ、かわいいけどちょっと羨ましい。君に会う、はあ、ね、言葉誰かやって出したのがいいんだろうね。だそう、そうなの、いやなんかもうせや、そうみんなが大好きなお二人がなの、でもちょっとお二人がなんだけど、一瞬その間に私を入れさせて、こうなりたいから。母さんと話したこと、あのね、どうやったっけ、前事務所に向かう時のタクシーが同じで、リサッキー乗ったのかな、リサッキーとソノさん乗ってて、初恋のね、トゥ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 ト
トゥントゥトゥトゥントゥトゥトゥンのトゥントゥトゥの足と手がちょっと難しいの。それをリサイクルで話したら園さんが教えてくれた。ちょっと来て、なんか違う、オタクっていうよりなんかね、そう挟まれたのがあるけど、ちょっとエグちゃんが羨ましい。ねえ、しおりちゃんおったん？今知ったのやけど。コメントしてた？してなかったでしょ？来たよーとか。みんなね、最近ね、ちょっとさ、エミリーさんが可愛くて。エミリーさんの、なんていうの、もうスタイルが好きすぎて、やばいっす、私。今。もう最近っていうか、そう。バカでかい泣きそう。みんなが送ったんか、花子ちゃん。なんかさ、なんかね、いやなんかね、聞いてほしい。なんかね、なんかね、そう、花さんとイグちゃんのそのハグに関してはちょっと嫉妬、羨ましいっていう気持ちが両方にあります。おお、あ、でもね、あれかもな、ハグは別に誰かがリノちゃんとした時よりは別にあれだな、嫉妬しないな。まあ、ハナさんは推しだから。でもエグちゃんとハナさんでも保存しちゃったもん、このツイッターの写真可愛くて。ゆりちゃん 50m 走、私 7.8 かな、 7.8? でも去年 7.6 やった。遅くなった。カナピー、そうや、みよこちゃんさ、そのさん好きやんな。なんかさ、うらやむ、なんか違う、聞いてほしい。なんかそうね、ぐちゃんかわいい、大好き。でもちょっとハナさん羨ましいし、ちょっと嫉妬するけど、本当にこれがあのリノちゃんじゃなくてよかったなって思ってるって思ってる。セミがリノに言ってきてたら嫉妬しちゃう。え、そっち？違う、なんかね、違うの、その部類が。ブリっていうのもおかしいけど、好きなブリが違ってて、なんかエミリーさんは多分どちらかっていうと多分花さん寄りなの。だから多分ね、エミリーさんの可愛くって、なんかね、リノちゃんは推しメンっていうより多分好きな方なの。ハナさんは多分推し面の方なの。多分平野さんとかクリナさんとも好きが違う、多分リノちゃんとは。そう、わかんない。そうやな。え、最近エグちゃん電話したことないと思う。多分気になって。お花ちゃん推しやろ。うん、お花ちゃん推してない、花、花さん推しですうん、ありがとう。うん、よかった。なんか、うん、ごめん、あれ、ごめんっていうか、うん、ありがとう。6000円、6000円ない、わかんないです。わかんないっすよ。でもわかんない、ねえ、ミニさん最近好きなんです。逆オンラインか、面白い。みんながこんにちはっていうの。じゃあひなちゃんのさ、次その来るときね、オンラインの時ね、あれなんよ、あれやから、そういう、聞いてね、だいたいそういう。お、花やろ。
ん、そういうことにしとこう。おは、はなちゃん、そういうことにしよう。そういうことにしよう。違うの、違うの、違うの、ちょっと待って、DT とか言われたくない。言われたくないっていうか、言われてもいいけど。違うの、なんかね。だってさ、みんなはさ、別に先輩とかないじゃん。いつ聞いてんだよ。違うの、みんなは、あの、なんかクリナさんはお姉ちゃんみたい、ちょっと最近思った、そのお話ししてて、多分意外と、意外とっていうか一番素を出してるのはクリナさんかもし、何でも言える、うん、結構何でも言えるのはクリナさん、お姉ちゃんみたい、マジで本当に優しいし面白い、めっちゃお話しで、ひなのさんは、ひなのさんは年が離れた、年が離れた近所のお姉さんみたいな感じ、なんか小学校一緒に行ってた仲みたいな感じがで好きなんですよ。わかります？お話ししに行けるっていう、わかる？自分からお話しに行けるの、行けるっていう、わかる？せやな、確かに。でもね、どっかの人のな、さやつきでありがとうって聞く。うん、オッケー。でも、いおりさんさ、なんかもうちょっと聞いて、いおりさんもなんか可愛くて。本当に。いおりさんの、なんか、いおりさんのあの雰囲気がめっちゃ好きなんですよ。なんか、ほんほんってしてた。うん、みたいな。わかる？わかるかな？で好きで、そうなんです、そう、癒しオーラやばい、大好きで、待って、ちょっと待って、戻ろう、今説明してるの分かります？で面白い、でもいゆきさんも、でも一松連の時面白かった、ああ、ゆうきさんも多分結構なんかなお話しする、なんかアンダーの時にあれ、シーメとかが多いから髪染めてますますね、え、本当にさ、ねえ、ゆみさん、りのちゃんといおりさんがめっちゃ似てて、後ろ姿なんか身長が違うからあれなんだけど、座ってたりした、廊下のね、ソファーとかに座ってたりしたら本当に見分けがつかないの、なんか、いや、髪色が違ったらなんだけど、髪いつだっけな、めっちゃ髪色似てる時期があって、めっちゃ似てると思ってて、本当にびっくりしたもん、はい、っていう話で、待って待って、戻ろう、で感じで、ね、りのちゃんは好きっていう、好きっていう、なんかね、なんか違う好きかも、そのクイナさんとかシナンさんとかと、話すときに、あー、わかんない、話すときにね、オタクすぎるとか言わんといてや、あー、大事、本当に間違えてさ、声がクソになっちゃったもん、なる、そう、そう、なんかね、でもさ、いんちゃんがさ、クイーナさんはもうお姉さんじゃないですか、だからペとかと話してても何とも思わないけど、みんな、りんちゃんが例えばりなとか、え、りなあれだけどとかと、えぐちゃんとかと話してたらちょっと失礼しちゃう、みんなもお話ししたいって
と思う。返事終わって今から帰る。お疲れ様。みんなもさ15分ぐらい遅刻したんだよね。あれ、お花ちゃんとはーちゃん仲良くなったっていう話をしたよさっき。ほらと。そう。そう、わかる？で、この前ね、やっぱいや言わないんだよ。そう、めっちゃね、なんか、お話してるって思う。でもちょっとそう嫉妬しちゃうの分かる。いや聞いて、えゆちゃんの錬金制服の面パジョゾラのデビューに全部りのちゃんいるの分かる？おもろ。だからちょっとそこがすごく長くなってたりしたらちょっとって思うけど、思うだけ。別に思うからその子嫌うとかあんまないかもな。意外と結構嫉妬はするけど、実際その子と話したらあんま何でも分かんない。全然なんか嫉妬しなくなるかも。そう、やつなんかって思っちゃったけど、だからねイベントが嬉しいの私は。あの一緒に出られて嬉しいのよ。だからそこでお話ししたい。でもね、それって言ったらね、聞いて、でもどうしよう、なんかね、結構コクハとか、なんか、ロッキーの何人かが、ひなのさんかわいいって言ってるんです。それをみなにね、え、ひなのさんかわいくないって言うんですね。それでね、なんか、ひなのさんがその可愛いって言うのみんなもあ可愛いって思うけど、なんか人気ってめっちゃ話しかけられてひなのさんとお話できなくなっちゃったらどうしようって思っちゃった。それはついこの前日曜日にひなのさんに言ってしまった。いやあ、そう、おげではなちゃんだ。ミラのさ、おかげ？お花ちゃん仲良くなれたの。じゃあそのお返し的な感じで次のシングル来てね、またお話しようね。うわ、マジイベント見に行きたい。でもさ、昼やからさ、ミラのことで質する。そのミラ、あ、そう、再ファンの方増えてくださって嬉しい。ミナと話噛み合わせ、だから言われた、この前誰だっけ、あかりさんにそうピアノさんと話して、え、なんかいいね、意外って言われた。いや男が、とも違う、男じゃないもんこれ。だってさ、男ってもうこれじゃん、ペンライト振っとるじゃん。別にだって違うもん。普通にオタクとは違う感情だ。めっちゃ楽しみなんだから、めちゃくちゃイベントが楽しみ。でもね、最近ね、まるさんとも話すよ。でもひじるさんと若菜さんとかともね仲良くなりたい。面白い、若菜さんのテンションが好き。着だね、違うって。あんね、なんかね、言いたいもんことあるもん、言っていい？
そう、ピノさんの笑い方は本当に笑いがつられる。もう思い出すだけで笑っちゃうもん。マジで。うん、そう、なんか。めっちゃ。でも多分一番質素のありのちゃんかも。だってさ、話したいのに話しかけに行けないっていうのが一番あれだよね。いきなりひなさんショールームしてたんだ。クリスマスマーケット行けるんですよ。今年まだクリスマスマーケット行けたな。やばい、めっちゃ行きた。まあ、連休行く前に僕がちょっと期待しちゃったら、おっといやった。おっといだよね。期待してさ、外れた時ちょっと悲しいよな。え、待って、それ、あ、それ見た。ルンさんとクリーナさんのショールームめっちゃ面白かった。社会しながら見たよ、こうやって聞きながら笑っちゃってさ、シュッてなっちゃうの。めっちゃ面白かった。え、最後の中でも面白いのがありすぎて、ちょっとね、面白い、もう本当に面白かった。めっちゃ面白かったのね。チク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 パップでしょ。おいしょ。でも力でもたない、気をつけてね、ちゃんと生きててね。会えない運命なの。キロンキロン。で、そのね、さ、昨日さ、花さんショールーム来てたよね。うわーって思って、通知さん見てさ、うわー見てなかったーって思っちゃった。何、しゅうちゃん、花の前だと喋ってくれないって言って。え、違うの、なんかね、花さんさ、そのもうさ、テレビとかでもさ、もうめっちゃ惜しいっていうのはあれだからさ、惹かれてそうで怖くて話せないの、花さんと。なんか、え、キモって思う、なんかキモって言ったらあれだけどさ、なんかさ、なんて言うと、って思われちゃう。惹かれそうで怖くてさ、オスが出せない。お話ができない。もう最低限しか喋れない。っていう。見よう。YouTube アーカイブあるかいな。見たい。でも多分、それで言うと、多分、りんちゃんはそっち寄りなのかも。もしかしたら。すごいみたいな考え方。冷静もんな、みんな。本当にレアもしないから。でもね、ちょっと好きなのがあって、めっちゃサンシャールリノさんの卒業後コンサートの裏側みたいなさ、あるじゃないですか。あれさ、めっちゃさ、泣き顔っていうか可愛くてさ、本当に死んじゃうかと思った。可愛すぎて、え、可愛い、もらい泣きしてしまった。かわいすぎて、うん、かわいいって。めっちゃなんか本当に死ぬ方になりました。メイキングっていうのかな、本当にかわいいって思っちゃって。あ、メイキングです、メイキング。もうニヤニヤすぎたりじゃないな、本当に好き、あるじゃん、本当に大好きなんです。そう、ボロボロ寝てたやつ、始まる前から目にちょっと腫れちゃってたやつ、かわいい。もうお手紙さ、読んでたじゃないですか。もうそれで泣いてしまった。あ、じゃあ姉ちゃんにも言ったけど、渋谷を期待してわん、ありがとうございますね。え、じゃあさ、あ、待って、決めた、いいこと決めたよ。ねえ、
あの土曜日に写真撮ろう、りんちゃん。たあ。愛しいりんちゃん。ねえ、みやこちゃんさ、絶対バカにしてるでしょ。絶対バカにしてない？ねえ、お父さんに、はんちゃんって言われてた。ねえ、そうさ、みんなさ、この前さ、ハート型ウイルスやったじゃないですか。もう死ぬかと思っちゃった。これでセンターだったら私死んでたなと思ってる。たあ。で、タカさんじゃない？え、タカさんさ、え、違ったらごめんなさい。タカさんさ、ありがとうございます。なんか、え、この前投げた、え、ありがとうございます。タカさん、なんか結構みんな画用紙とかに書いてるけど、画用紙はここにないです。初じゃないこれ。初じゃない。違う、反応がびっくりしすぎて今。でもね、このミラのところにね、映ってないのよ。ないの、ミラのところに。取る？次がない。え、なんか画用紙ないかな、持ってきたいけどさ、家そもそも家にあるか分かんない。ゆめちゃんには初かな。みんなの中でも初ですよ。なんでファースに言われた。え、なんか言われた。なんかね、最近冷静だよね。え、でも反抗期かも。これね、使ってない。え、ノート全部学校に置いてる。待って、ここにじゃあ絶対ないけど、ちょっとなんか探したい。ちょっと待って、持ってこようかな。何、ペンとルーズリーフとか。え、ちょっと持ってきます。嬉しい、やった。よいしょ。無印。これみんなさ、間取り図を書くのが好きで、それ用に使ってるんだけど。やべ、2枚いっちゃった。でもこういうの多分書くのちょっと苦手かも。みんな、ただいま。スーパーのチラシね、なんかさ、下に行くのがちょっとめんどくさかった。使わない。うっそでしょ。なんて書いたらいいんだ。
ちょっと私ペン字汚いからごめんよ。タカさん、タカさん、さんめっちゃいいやつ言ってくれますやん。新規入ってるやん。いいよ。そう、愛知さん今イベントやってるらしいから、みんなの星じゃんじゃん持っていっちゃって、みんな何かさ、このタコさんのあれって何、何か好きなもんないんですよ、タコさん。え、このアイコン、タカさん、ちょっと真似しよう。タカさんじゃなかったらちょっとあれだな。このプロフィールに書いてある人書くね。うまいから。待って、めっちゃ似てるかもしれない。とは、なんかさ、プロフィール見た時にさ、1枚目に載ってる写真、これでさ、これでさ、全く違う方だったね。すごいあれで。なんか可愛くしよう。字汚っ。なんか好きなものとかない。これランキングの時見せよう。28人いました。28人いました。
28人いました。28ってなんだろう。本当にどうしよう、めっちゃ楽しみ。土曜日めちゃめちゃ楽しみです。私レアちゃんとかおるし、もうやる曲覚えた？ちょっと聞こえない。まだ視聴者数って、でも一番最初の方が多かったかもしれない、意外と。イベント言いだいと。みょこちゃん。日帰りとかはいかが？じゃあ次の時来てね。来れる時。来れる時に来なかったらどうなるか。わかるかな？ポキポキポキ。なんかみんなのあるかな、みんな書いた間取りとか。みんなさ、本当に間取りを書くのが好きなのよ。タワー特典や。そういう時はタワー特典でーしょ。あ、ここに着いた。めっちゃ間取りが大好きなの私。将来家で何個も建てたいもんだって。正しくない？なんか自分の理想を全部入れられる。まあ私はそうっすね。今何時なんやろ。もうちょっとで終わろうかしら。ねえ、歌唱力さ、どうしようかな。ロキ結構みんなやってるよね。中学生出るっけ誰か。そう、他のグループとかそういうあれにはあれって言ってたな先生も。でも歌に自信がね。そう、人前で歌うのがあんま得意じゃないのよ私。だからさ、リセットのさ、引っ越しましたとかドックもでさ、一人のとこあるじゃん。あれもう毎回やばいもん、心臓とか。歌う前にはくる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 って思いながらやってる。はんちゃん歌うまいよね。誰がやんのかな。
いつかなれたらいいね。ダンスしないと。ダンス。そう、なんかやんないといけないやつがさ、多すぎてさ、体が動かなくなる。なんか本当にクリスマス公演出たい、マジで本当に本当に本当に、本当に収容出してください、お願いします。わかんないんだよな、出るときにいついつ出るって言われる、でもね2回目のときにさ11月、いつやったっけ、結構何日か前に11月23日、なんだ出るよみたいなマネージャーさんから LINE 来て、めっちゃ嬉しくて、それがで、しかも何やったっけ、なんか作ってる途中やったんよ、そうなんか何かを、本当に何かを作ってる途中で、めっちゃテンション上がったな、けんさんな、よろしくお願いします。今何時なんやろ、7時半か、じゃああと視聴者が4000人超えたらやめようとか言うとすごい時間かかっちゃったりするから、ちょっとやめとこうか。で本当にマネージャーから渋いって言われたの、いやなんか渋井ちゃんって呼ばれてるけど、聞いた話によるとだ、ペッ心と話してる時にミナって呼んでたらしい、みんなまだミナ呼びマネージャーさんがされてないんだよなとか思いながら聞いて、マジいいって言ったけど、そう私渋井ちゃんなの、いやいいでしょ、語呂いいでしょ、渋井ちゃんってで待つんす、みんな本当にみんなやん、なんでだから3月7日はみんなの日です、いいですか皆さん、みんなの日です、いい癖ですね渋いちゃん、でみんな呼び多分知ってる人いないんだよね、ロッキー以外で、ひなのさんはみなちゃんって呼んでくれる、それ以外多分全員渋井ちゃんかも、先輩もです、渋井ちゃん、なんか話そうと思っとったのに忘れてしまった、これ絶対終わったら思い出すやつね、やばい本当に、渋井ちゃんって意外、そうなの、ちょっとさ距離ある感じするよね渋井ちゃんって、だってさ大体その初期の頃っていうか前の昔の方まるまるちゃんって呼ぶじゃないですかみんな、だからそのままって感じがするけど、
見てない、ハウステンボスなんか。ベイベーの、ベイベーユの先輩もいいじゃないか。あ、そうですね。あ、そうでした。ベイベーユの方もいました。あ、じゃあ、衣装さんもベイベーだ。衣装さんもベイベーって言うよ。で、今日、なんだっけ、みんな言おうと思ったの。とりあえず私は土曜日頑張りますので、あ、それまで一回やるかな、ショールーム。明日か明後日にできたらしたいな。明後日ダメだ。明日くらいに、明日またできたらいいなとか思うけど。いいやん、家でみゆちゃんのこと話すときみんな呼びやないか。違う、出るか出ないかじゃなくて違うやつなんだっけなって思って、わかんない、やるかわかんない、やるとしたら明日って感じ。みなみなみなりん、みよこちゃんはみなりだって、みんな初代みなりん呼びでしょ。明日社服なんだ。誰が出るのかな明日の社服。ロッキー誰か出ます？ロッキーおらんのよ。ねえ、ほんとにちょっとマジで土曜日さ、写真撮るからマジよろしく。ガチ写真撮るから。え、クイーンさん手伝ってもらおうか。土曜日にみちゃんの写真撮りたいんですけど、どうやったらいいですかねって。髪後ろじゃない、これね、クリップ。ほら。いやもうね、クエンさん知られてるもん、多分みんながりゅんちゃんのこと好きって知ってるもん、多分恥ずかしいよね、なんか。そう、なんか多分知ってるっぽいの。じゃあ、それか。そう。え、ふうかちゃん久しぶりじゃない？テスト終わったね、お互い。終わった、終わったー。今日懇談会だった。お疲れ様。懇談会とかないな最近。そろそろ終わろうかな。ないでしょ、みんな、みんなになんか聞きたいこととか伝えときたいこととか。しびちゃん大好きとかならあれだけど。いいね、いいね、忙しいけんな。そう、部活だったら難しいよね。頑張って、エアキン。で、また次の時もいいやつって褒めてね。水曜日は髪でどうだろう。もうそれを、あ、なんか下手かな。ちょっと待って。アキさんはみんな、アキさんのさ、歌好きなんだよね。ホンキャンハー出てる。いいな。それいじってるやん。めっちゃ学校の人にいじられると、友達に。ひびは歯がでかいけんな、チャームポイント、チャームポイントって、うん、大好きって言おうとして、大好きだよね。沖縄行きたいって。なんかさ、これ面白いよね。なくなっちゃった。そうですよ、15日よかよか、ん、15日よかよかです。楽しみ。くよみさんでもこれ絡みが多いかもな。ひびちゃんついていつ見れるかしら。
マジでフチココで約束したの？嘘でしょ？面白い。じゃあ教えられない？あんたでココハに聞くや。ラベナさん、間違えた。西公園。西公園教えるねって。でもさ、あそこでやんのかな？今までのとこ入らなくない？勝手にレッスン場っていうか、あそこでやると思ってた、事務所で。え、北海道行きたい。北海道と沖縄行きたい。メルガー。これメンバーメルガーシャフト。じゃあさ、教えるね。じゃあ、この人だよって。え、福岡パルコのものなんだ。入るんかいな。入るんかいな。教えるわ、じゃあ。交代だったらあれだよね、入れ替えだったらさ、その全員でやる意味っていうか、あれなくなっちゃうくない？ちょっと みんなにみんなのうちは持ってきて、ちょっとさ、少なかったらいないのかなって思っちゃうから、いい？来られる方は絶対持ってきて見せて、みんなに。ね、そう、ピナさん出ました、お呼びしました。今日来てた人で一番イケメンで分かる。おい、一番細いとかな、それ良くないって。容姿はダメよ。一番なんかこんなことしてる人って言っとく。意外だったらそうだ、見るかもしれない。で、入れない気もするけど、わかんない。知ってる？私の家はみなりんって書いてあるよ。ありがとう、知ってる知ってる、もうめっちゃ前から知ってる。疲れが溜まってると思うけど、ありがとう、ひなちゃん。そう、なんか最近自分の頭の中がよくわかんなくなってきちゃうんだよ。小学生組は膝の上？あ、リアル。ちょ、リナとニコイチしたいな、椅子。いつもさ、いつもっていうか、そう、少ないとことか。え、実はリナと一緒にいるから、私。そうなの。ケル、初めて行ったわ。会えるまで。会えるとき。ありがとう！バイト頑張ってね、みよこちゃんも。なんだ、じゃあそろそろ終わります。待って、今時間見ようと思ったのに何も見ずに終わってしまった。でも楽しかった。体なぐる、何なの、これめっちゃ体のね、振り付け苦手なの、こういう、なんかんないけど、その顔何？いや何もない。なので教えてくれるの、みんな優しい。やみょん。13位がケネスさん、ありがとうございます。12位がカズオさん、ありがとうございます。11位がリベルさん、ありがとうございます。10位がウラさん、ありがとうございます。9位がハルキャンさん、ありがとうございます。8位がタキャンさん、ありがとうございます。夜勤頑張って。7位がクジマさん、ありがとうございます。ね、メールの返信いつもしてくれてありがとう。6位がアシュラーのガスさん、ありがとうございます。5位がユキヒカリさん、ありがとうございます。4位がユミヤさん、ありがとうございます。3位がヤスさん、ありがとうございます。2位がモンさん、ありがとうございます。最近その、なんぜ、石沼モンさんのさ、推しの方がツイッター流れてくる。1位がタクさんです。見せるよ、ちょっとうまいかも、見て、似てない、かわいい。タワーありがとうございます。見て、喜んでる、わーいわーいって、喜んでるよ。
ちょっとさ、みや本当にペン苦手なんだよね。石渡、そう石渡さんか。本当はもっとうまい。ちょっと後で見せる。タワーありがとうございます。撮ってね写真。オッケー、ありがとうございました。じゃあちょっと待って、みんななんか字がさあれと思う。なんかね、いつも鉛筆で書くの、硬筆書くときに。だからさ、ペンって書き慣れないじゃん。でペンがさ鉛筆なんだけど、珍しくリップ塗ってる。リップ私いつも塗ってます。発電会かね、初めて読んだ気がした。本当はねうまく書けるの、うまいかわかんない。でもさ、渋い意味だって難しいのよ。でもちょっと適当になっちゃうから、いつもこうなっちゃう。こうなっちゃうの。なんかさ、毛筆の方がうまいよ。だって毛筆の方が段が上だもん。そう、ありがとうみよこちゃん、もらったよ。読んだ。バランス難しいよね。めっちゃ嬉しかった、ありがとう。ありがとう。字をきれいに書きましょう。みんなもね、あれだよ、みんなもね。でもね、最近ちょっと行けてないからさ、行けるときに、あ、明日行こうかな。習い事、ひびちゃん髪切ってないよ、止めてるもん。でも毛筆もね、ちょっと苦手だけど、得意な字は得意って感じです。みなさ、 HKT のマークあるじゃん、あれ書きすぎてさ、48がさ、あれにめっちゃ似てるの、公式のやつに。え、ちょっと待って、下手くそになったけどさ、ちょっと似てない、うまくないこれ。うまくない、あの公式のマークあるじゃん、 HKT48、 あれをさ、めっちゃさ書きすぎてさ、ちょっと上手くない。バランスちょっと上手くない。そう、もうね、だから小学校の頃とか、黒の折り紙をちょっと端っこ切って、こう白の絵の具で書いてた、それを壁に貼ってた。おもろって思っちゃう自分で。そうね、それが全然終わらんやんって言ってきまい、でも終わります、終わるよ、終わるよ、バイバーイ。くねくねくね、バイバーイ、ありがとうございました。私はこの後ご飯を食べてもうちょっとダンスをします。土曜日楽しみだからね、バイバイバイ、ありがとうございました、バイバイ。